ちは、わたるでございます。私が最後に海外に行ったのはおよそ2年前となります。2年前と言いますと2019年、日本では令和元年になった年でございますが、その年に韓国ソウルへ行ったのを最後に新型コロナウイルスが流行してしまい、海外へ出かけることができなくなってしまいました。このチャンネルでは私の海外に対する思い、愛というのを何度も何度も伝えているかと思いますが、正直ここまで長引くものだとは思っておりませんでした。しかしながら人類は過去にもいろんな感染症と向き合い、そして戦ってきました。新型インフルエンザありましたよね。これも世界中で結構猛威を振るいましたが、でもワクチンが早めにできたということもありまして、なんとかこれも抑え込むことができました。なのでこの新型コロナについても例外はなく、必ず収束させることができるものと信じております。なので私、昨年今年は海外行けないということで非常に苦しいところではありますが諦めました。しかし来年こそは絶対に行けるものと信じて、今どこへ行こうかと計画を練っているところでございます。昨日も申し上げましたが、今一度感染しない、させないということをまずは意識して、手洗い、うがいはもちろん、そして自分自身の行動を見つめ直していただければと私はそう思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。わたるジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。